これって魔鋼？魔物化は不完全。まだ人間に戻れる。追ってくる！逃げろ！君、魔物を逃がしたな。何のことですか、先輩。やっぱり女か。何者だ。教会の調査能力も大したことないのね。私はあなたとカイル先輩が何者か知っていてよ。なんだと。ミルチェッタ教会の粛清者、名もなき司祭。魔物を討伐するために教会が密かに育てた魔鋼による強化人間よ。教会が追っている魔物を見つけるために学園へ送り込まれた。学園で魔鋼が使われている可能性があるから。もう一度聞く。何者だ。安心して。あなたたちの正体は誰にも言わない。だから私の秘密も黙っていてもらえるかしら。いいだろう。君が女性だとバラしたところで俺に利はなさそうだしね。話が早くて助かるわ。で、教授はどうするんだ。後できっちり対処します。どうせ目撃証言だけでは言い逃れされるってわけか。先輩こそちゃんと調べたらどうです。ん？何か出てくるかもしれませんよ、魔鋼とか。遠慮しとくよ、わざと泳がせてたやつだし。じゃ戻ろうか、アイリちゃん。アイリって名前は君の本名に近いのかな。さあどうでしょうね。つれないな、俺たちは互いの秘密を抱える仲じゃないか。婚約者から殴られる友達を助けてあげたいと思ったんです。友達ってのは吸血鬼事件の被害者のことか。おい、ちゃんと話せ。レイチェル、順番に話してくれないかな。友達の婚約者が怪しげなパイプにはまってしまって、セレナ様にも相談したんですけど。パイプってもしかして魔鋼。私が悩んでいたらケーニヒ教授が話しかけてきたんです。友達も私の婚約も破棄できるよう知恵を貸してくれるって。だから友達と教授を会わせたんだね。まさかあんなことになるなんて。その後教授に呼び出されたわけか。はい、お金を要求されて怖かったんですけど、少しでも事情を明らかにしたくて。つうか教授の目当ては最初からあんたなんだけどな。被害者の子がターゲットならレイチェルに話を持ちかけてきたりしないからね。そうだったんですか。何にせよあの教授には罪を償わせないと。教授は賭け事が好きだよ。今は負けが込んで借金を抱えてる。変なパイプにもハマってるみたいだ。なら簡単だな。事件のことは明るみにせず教授を破滅させられる。相変わらず敵には回したくない男ね。終わったぜ。部下が優秀すぎて怖い。一体どうやったの。金をちらつかせてポーカーに誘ったんだ。それとなくレイチェルのことを聞き出して身ぐるみ剥いでやった。教授、ポーカーは強いはずだよ。イカ様は得意でね。ん？借用書？この金額。これさえあれば生かすも殺すもこっち次第だ。魔鋼については何か言ってた。偶然拾ったパイプに入っていたらしい。詳しくは知らないみたいだった。使えない教授。あとは今回の件が事故だと情報操作して被害者の潔白を証明、それとレイチェルの婚約破棄か。いろいろと方法を考えないとな。じゃあ今から話し合ったらね、レイチェル。とりあえず教授の件で手を回してくる。カ
彼を信じるのは不安？そういうわけでは。君は信じる男を間違っただけだよ。心のどこかで覚えておいて。君を傷つけたのは男かもしれないけど、助けたのも男だって。私、特別な存在になりたかったんです。セレナ様みたいに女子を助けられるかっこいい女の子に。私の婚約解消は自分で切り出します。弱いままじゃ何にも変わらないから。うん、それがいい。もう人の顔色を伺ってビクビクしたりせずにいたい。だから私も警備隊に入れていただけませんか？もちろん歓迎するよ。よろしくね、レイチェル。はい、アイリ様。よろしく。え、先輩も隊に入るつもりですか？互いの秘密を抱える仲だろ。では早速仕事です。この空き教室を警備隊の部屋にするようゼームス会長に許可をもらってきてください。うん、お安いご用さ。私は部屋のお掃除をしますね。掃除道具借りてきます。で、吸血鬼騒動の件はゼームス会長にはどう報告を？事実のままを。生徒への影響を考え公表しない方がいいと書き添えますが。意外だな。正義感にあふれるお嬢さんは悪を白日のもとにさらすのかと。あんな小物はどうでもいいですよ。それに真犯人は教授以外にいると思います。じゃ、俺はゼームスのところに行ってくるよ。よし！くそ！最後の一つだったのに！勾配での争奪戦に勝利！この時代に勝ち算度のある乙女ゲームの世界でよかった！見ろよこれ。オーギスト様へ。だって誰が書いたんだよ。私の夢に出てきました。あの手紙って。警備隊だ、全員掲示板の前から離れて。はあ、なんだよ。張り出されてるもんを見て何が悪いんだよ。出しゃばってんじゃねえぞ。一度に三人、多少は手こずるか。何をくだらないことで騒いでいる。カイル先輩。多勢に無勢とはプライドのない連中だ。行こうぜ。カイル先輩、ありがとうございます。優しいんですね。優しい？それは勘違いだ。優しい人間はこんなことをしないだろう。え、これは破く方が正解だと思いますよ。何？確かこの状況はカイルのルート。ゲームのセレナはわざわざ友達に返してたけど、こんなの返す方が残酷です。変なやつだな。お、はい、どうしてついてくる？私に関わろうとするな。いや、僕も校舎裏の猫に会いたいなって。あ、猫の餌ポケットから見えてますよ。これはいた。アイリちゃん。あ、なんだ、カイルもいたのか。何かあったのか？出たんだよ、アシュタルトの声明文が。内容は？聖剣の乙女の首を差し出さない愚かな人間ども、次はミーシャ学園だ。学園祭で降る血の雨に後悔しろ。学園側はどう対応すると？学園長は寝込んだままだからね。代わりに太鼓代理が定期的に通ってくるらしい。太鼓代理ってクロード様が？学園祭はミーシャ学園の一大行事。大きなイベントは2つ。1日目は剣術大会だ。ゲームでは大会を仕切る教会が商品に魔法を仕込み、ゼームスを魔物にするイベントが発生する。ここでラスボス化をしのげばミルチェッタ公国の滅亡を防げ、バッドエンドは回避できるはず。
もう一つの目玉イベントは白百合姫の審査がある2日目の舞踏会、いわゆるミスコンだ。すでに舞踏会に向けてのパートナー探しは始まっている。はあ、俺と踊れない？生意気だろ、庶民のくせに。でもまあまあ落ち着いて。お似合いの二人だと思うわ。あなた、ダンス相手は決まってないでしょ？でも私、誘いたい人が。オーギュスト、学園祭当日は忙しくてダンスは不参加になるかもだって。え？やだ、オーギュスト様狙い？高望みしすぎよ。お前みたいなブス、かわいそうだから俺が誘ってやった。女性の口説き方がなってない。やり直し。なんでアヒル？誰？誰でもない。僕は名もなきただのアヒルだ。その声はアイリカールはね。ふざけるのも大概にして。パートナー探しで不らちな真似をする男子に飛び蹴りして回っているだけだ。友達の手紙を掲示板に貼り出したりするよりはマシだと思うけど。何のことかしら。僕、あの手紙を書いた子があなたに手紙預けてるの見ましたよ。まさか私がやったって言うの？そんなの誰も信じないと思うけど。大丈夫です、ただの事実確認ですから。クロード様。広い学園だな、さすが名門校だ。魔王だって石投げられたらどうしようかと思ってましたよ。おう、もうそろそろ次の会議だ。時間がない。ちゃんと時計が読めてるわ、あのベルゼビュートが。いや、学園内を把握しておきたい。アシュタルトの襲撃に備えねば。襲撃などできない。王にかなう魔物などいるわけがない。ベル、思い込みは捨てて考えるんだ。お前ならできる。クロード様が指導を。あんなに過保護だったのに。そういえば聞きたいことがある。この学園にはアヒルの生徒がいるのか？アヒル？あ、ゼームス会長、お昼休みまだですよね。私、案内変わります。いいのか？はい。あ、学園長もお昼まだでしたら食堂にご案内します。セミナって聖剣の乙女に憧れてるはずでしょ。魔王よ、いいの？キースとベルは戻れ。僕はもう少し彼女と学園を見て回る。え、まあいいですが。頼んだぞ。では君。セレナって呼んでください。セレナ、案内をお願いする。はい、お任せを。クロード様ってお呼びしても？ああ、だがあまり可愛くは呼ばないでほしい。僕の婚約者は意外と嫉妬深いんだ。相変わらずあの顔は狂気だ。紙袋でもかぶせておきたい。アシュタルトの声明に対して学園長は騎士団を回してくれるそうだ。こちらとの仲介役については。はい、私やります。俺がやるよ。女性には危険だ。クロード様が守ってくださるから大丈夫ですよ。でも魔王だぞ。お前の憧れる聖剣の乙女の敵なのに。やめて、まだあの方は人間よ。そうだけど。それに聖剣の乙女ならたとえ魔王だって救おうとしたはずだから。私、彼の味方になるつもりなの。こいつ仲介役とはいえ女子はまずいだろう。ドートリシュ公爵令嬢の機嫌を損ねたらどうする。そうですよ、学園長には歴とした婚約者が。あら、望むところよ。しかし公爵令嬢はかなりきつい性格らしいしな。乗り込んでくるかもよ。常識外れのとんでもなご令嬢だって噂だし。魔王が連れてこなかったのも相当問題があるからじゃないのか。後で全員覚えてらっしゃい。そういえば少し前に姿絵が出回ってたっけ。姿絵？あ、これだ。正直ないな。俺は魔王の斬新な趣味に感動したね。見習いたくはないけど。俺は魔物だから獣の趣味なのかと納得したが。
誰がばらまいたか知らないけれど死にたいのね。きっと婚約はドートリシュ公爵家に仕組まれたものなのよ。だから私クロード様を学園祭に誘うわ。白百合姫に選ばれてパートナーに誘って。僕もう行きますね。夜の見回りがあるので。今日は私も行こう。俺もだ。あ、なら俺も。なんでみんなついてきてるんですか。あの手の話はちょっと。俺も苦手だ。で、仲介役はどうするの。やらせるしかないだろう。実は魔王からもセレナが指名されている。そうなんだ。クロード様が。どういうこと。まさか浮気。このメンバーで歩くのとか初めてじゃない。そんな気もするの。男同士で話したくもないしね。みんながもう少し歩み寄ったらもっといい生徒会になるのでは。さすがアイリー、いいこと言うじゃん。これからもっと仲良くしよう。みんな断る。それぞれ仕事ができればいい。足引っ張られるのも嫌だし。なんだよ冷たいな。そう簡単に仲良くなれないのは当然かもしれないわね。ウォルトとカイルはゼームスを殺すための刺客で、オーギストは最終的にゼームスを倒す役割。もしゲーム通りに進めば4人は殺し殺される仲だ。彼らにゼームスの正体を知られてはいけない。なんか甘ったるい匂いが。すいません。私に構うな。まずい。オーギスト、ゼームス会長を寮で休ませるんだ。ああ、ほら、ゼームス。いい、一人で行ける。バカ言え、顔マスターだろ。アイリカールは、お前も教師に報告へ行ってくれ。僕が、それって。ああ、帰る、いいんだ。何？アイリは俺たちの正体知ってる。別筋のお仲間っぽいよ。なんだと。こんなひ弱で。だってアイリちゃんは。さっさと魔鋼を探しましょう。魔物が来たら厄介ですよ。あった。これですよね。空だな。匂いも薄い。魔物を引き寄せることはなさそうだ。じゃあ誰が何のために。まさか教会が魔鋼をばらまいてるとか。自分でばらまいて俺たちに回収させるとかありえないでしょう。でも実は教会が剣術大会の商品に魔鋼を仕込んで学園に潜んだ魔物の正体を暴くつもりだという情報が。ふざけるな。教会がそんなことするはずない。まあ金を積まれたらやるだろうね。あのタヌキ司祭どもなら。ウォルト、俺たちの任務だって。依頼者はミルチェッタケだぞ。しかも内容はただのお家騒動っぽいし。お前、アイリの前でよく極秘事項をベラベラと。どうせ知ってるんだろアイリちゃん。まあ一通りはゲームで。魔鋼とはなんだ。ごめんゼームスがもう平気だって言うから。つまりアイリたちはエルメイア公国派遣の秘密組織ってこと。すげえ。そうなんだ。ウォルト先輩とカイル先輩はまだ見習いなんだけどね。まさかアイリちゃんが上司ですよね。ああそうだな。また下僕が増えたな。魔鋼というのは人を凶暴にすると言っていたな。ああ、最近学園で女子への当たりがひどいのもそのせいか。言われてみればもともとそうなのかと思ってたけど。学園に魔鋼が流行ってるなら放っておけない。俺も協力するよ。あ、助かる。ゼームス、お前も協力するだろ。協力？まだ何か隠しているこいつらにか。その魔鋼とやらは人間にとって危険だという話だったが、それだけか。この件は学園長に報告する。まあアイリたちは仕事なんだし、多少の秘密は仕方ないだろ。信じてあげようよ。
お前は単純でいいな、オーギュスト。私は誰も信じない。僕が説得する。セームス会長、待ってください、話を。そうか、そういえば私も聞きたいことがあった。お前は何者だ？それはさっき説明した通り。聞き方を変えてやる。お前、私の正体を見ただろう。